io sono Ghisus e oggi ci prende con Axel World vs World Art Online. Ok, mi ero accorto che avevo un messaggio da Egil. Sate, ittan shoukyu shio. Kirito-san, boku mada mada ikemasu yo. Iya, yoyu ga aru uchi ni sukoshi yasunde oite hou ga ii. VR MMO wa kanari seishinryoku tsukau daro. ゲームは1日1時間は無理だとしても根を詰めるのは良くないからな。あとはこれまで世話しなく過ごしてきてお互いのことをゆっくり話すこともできなかったから、このタイミングで改めて自己紹介しておいた方がいいと思ってな。うむ、それは賛成だ。そうだね。じゃあ誰からお願いしようかな。こういうのは言い出しっぺからだろ。あ、そうか。じゃあまずはエール王組から。俺はキリト、種族はスプリガンだ。一応アタッカーとしては使える方だと思う。よろしく。私はアスナ、ウンディーネだよ。回復や支援系が得意な種族だけど、アタッカーとしても役に立てるはずだよ。じゃあ次は私ね。私はリズベット、レプラコーンよ。得意武器はメイス。当然家事も得意だから、武器や防具で加工強化したいものがあったら言ってね。私はシリカです。種族はケットシー。テイムモンスターのピノと一緒に連携しながら戦いますよ。同じくケットシーのシノン。弓矢を用いた遠距離攻撃が得意よ。よろしく。私はストレアだよ。こっちのメンバーだと唯一の NPC かな。ノームだから力は強い方かな。同じくノームのエギルだ。ま、見ての通りの前線タイプだが、それ以外にこの店の経営もやってるぜ。じゃあ最後は私だね。私はリーファー、種族はシルフ。飛行アクションと飛ぶ速さには自信があるよ。では次はこちらの番だな。ああ、黒雪姫、その前に質問いいか。構わん。なんだ。バーストリンカーのみんなはダミーアバターに切り替えができるけど、それってこの ALO 限定なのか。いや、そういうわけではない。切り替えの仕様は異なるが、ブレインバーストにもデュエルアバターの他に感染用アバターというものがある。なるほどな。まあそっちの姿の方が俺たちにとってはありがたいけどな。そうだね、表情が見えた方が話しやすいもんね。では私は黒雪姫。デュエルアバターの時はブラックロータスと呼んでくれ。ブレインバーストではネガネビラスというレギオンのマスターであり、黒の王と呼ばれている。デュエルアバターの見た目通り切断系の攻撃が得意だ。私もネガネビラスの一員です。フーコ、もしくはスカイレイカーと呼んでくださいね。もともと宇宙専用のアバターだったから飛行は可能よ。妖精さんたちの手助けができると思うわ。同じくネガネビラスの一員なのです。舞台またはアーダーメイデンと呼んでほしいのです。使用機器は炎をまとった弓。シノンさんと同じく狙撃が得意なのです。僕もネガビュの一員です。春雪かシルバークローって呼んでください。ブレインバーストだと他にはいない飛行アビリティ持ちです。妖精の皆さんとも互角に戦えると思います。んじゃ、次は私らの番だな。私はニコ、もしくはスカーレット・レインと呼んでくれ。プロミネンスのレギオンマスター、通称赤の王だ。火力には自信があるぜ。雑魚の一掃なら私に任せな。私はブラッド・レパード。呼ぶならブラッドではなくレパードで、略すならレパではなくパドで。噛みつき、引っかき、何でもやる。あとスピードには自信がある。それとすみません、メタトロンがいるんですけど。おーい、
メタトロン！あれ、出てこないですね。メタトロンは NPC なんだよな。ああ、もともとは敵だったが、今はネガビの一員だ。ツンツンしてますけど、いいやつなんで、仲良くしてやってください。ああ、もちろんだ。Ok, decisamente questa è una cosa che andava fatta, cioè dovevo per forza di cose, cioè dovevano per forza di cose fare un ripasso di nomi, perché veramente ce ne sono tanti e non sono tutti. Ricordiamo che mancano ancora Sian Pyle, Lime Bell, Aqua Current e non mi ricordo chi altro, quindi ehi, c'è un po' troppa gente che manca all'appello. Però va bene, per il momento potrebbe bastare così. E comunque, continuando a girovagare come non si sa cosa, sono venuto a sapere che c'è una folletta che era qui nei dintorni poco fa, quindi, e dovevo andare a cercarla. Non so esattamente di chi stiano parlando, perché ehi, non posso fare spoiler, registro in post-produzione, ma io all'epoca non sapevo di chi stessero parlando. Comunque, parlando a quel fantastico uomo lì, riusciamo ad attivare questa missione qua. Come potete vedere ora sulla mappa in direzione dell'arena abbiamo un punto esclamativo e con mia grande sorpresa troviamo Yuki. Ah, ita ita! Kirito! Asuna! Yuki! Yuki mo mada dive shite ita no ka? Toi ka hisashiburi ni mita kedo daishoubu nano ka? Etto 残ってるはずの仲間リストにはいなかった人ですよね。なあ、あいつはちょっと病気で今入院してるんだ。時々許可が下りては ALO にダイブして一緒にプレイしてるんだが、しばらく検査が長引くって言ってたはずだ。一週間ぶりだね、みんな。ユウキ、大丈夫なの？検査は終わったの？結果はどうだったの？もうアスナったら出会い頭になんなのさ、まるでお母さんみたいだよ。お母さん、そんな私ユウキのお母さんじゃないもん。あんたそこでなんで照れてるのよ。でも本当に大丈夫なのか、今の状況分かってるだろ。ああ、うん、緊急メンテの連絡だよね。もちろん気づいてるよ。何か途方もないことが起きてるんだよね。ああ。ということなんだ。ユイちゃんが封印されたなんて。アスナ、大丈夫。そんな顔しないで。僕はこれまでアスナたちに助けられてきた。今度は僕が力を貸す番だよ。でもユウキ、体は本当に今ダイブし続けるのは安全だとは言えない状況だから。僕はむしろみんなよりも安全だよ。調子が悪くなったら自動的にログアウトされるようになってるからさ。それに検査の結果は良好だったんだ。だから今はアスナたちのために全力を尽くすよ。ありがとう、ユウキ。一つ質問なのです。何？ユウキさんは性格的にたとえ体の調子が悪くてもこんな時は必ず検査の結果は良好というタイプだと感じました。大事な人のために自分を犠牲にしても戦える人、素晴らしいと思います。強い人だと思います。ただそのせいで本当にその人自身が失われて周りの人を悲しませるのは本当の優しさではないと思うのです。ああ、私も大事な人に守られ、そしてその人は去ってしまいました。なのでユウキさん、もう一度聞かせてくれますか？検査の結果はどうだったのですか？ユウキ、アスナはさ、何度も病院に来てくれてるから僕の症状にもかなり詳しいよね。うん、
倉橋先生に仲間たちに見せるための簡単なカルテを画像データにしてストレージに入れてもらっておいたんだ。だからほら、これ見て。すごい、これまでで一番良好な状態じゃない。ユウキ、よかったね。アスナありがとう。取り越し苦労だったようなのです。ユウキさん、出会ったばかりで失礼なことを言いました。ごめんなさい、なのです。ううん、ウタイちゃんだっけ。こちらこそありがとう。確かに僕は症状が悪い時でも嘘を言っちゃうタイプなんだと思う。でも君に言われてハッとさせられたよ。これからは気をつけるね。はい、なのです。時間がない中で申し訳ないんだけどさ、一つだけお願いいいかな。どうしたの？しばらくダイブしてなかったからちょっとリハビリをしたいんだ。 PVP してもいいかな？勘を取り戻さないとね。頼もしい限りだな。じゃあ勇気の復帰祝いも兼ねて少し体を動かすとするか。うん、闘技場で待ってるから準備ができたら来てね。 Ok ragazzi, posso capire le vostre facce stupite, ma Yuki è comparsa fin dai primi videogiochi di Sao e continua a permanere. Per chi non ha mai visto l'anime, io non posso fare spoiler. Comunque, come avete potuto capire, Yuki è malata di AIDS. La cosa è incurabile anche nel futuro, quindi prima o poi sarà una cosa che dovrà affrontare il gruppo, la sua perdita. Comunque, è stato molto interessante vedere come i membri di Axel World siano riusciti a integrarsi in un dialogo di questo tipo. Per esempio, Utai o Iron Maiden, io non l'ho mai vista in Axel World, se non nel film. Quindi è stato molto molto bello vedere come si interessavano anche i personaggi di Axel World alla salute di Yuki. Penso che vi riterrò tutto il dialogo e per la battaglia, sì, per il semplice fatto che è durata pochissimo. リハビリ終了っと。無事にユイちゃんを助けられたら今度は本気でやろうね。ねえ、これからどうするの？氷山フィールドも大体探索し尽くしたしな。他に行けるところは。くしょ！すごいくしゃみだ。おお、すまねえな。長時間氷山にいたせいか体の芯が冷えちまってよ。私も少し寒いのです。ウイウイ大丈夫？ウタイはアーダーメイデン、 ALO への適合だとクラインと同じようなサラマンダーの特性が出るのかもしれんな。おい黒いの、適合ってどういうこと？我々はブレインバーストのルールに基づいてこれまで戦ってきたが、この ALO ではその仕様がいくつか異なっている。なるほど。バーストポイントの扱いや必殺技やアビリティがスキルに統一されていること、このアバター変更機能もそうですね。そうだ。だから寒さに弱いサラマンダーの特性などもゲーム性の適合によって引き継いでいるバーストリンカーがいてもおかしくない。うっしゃー。クラインさん、おじさんもくしゃみなのです。くしゅ、ういうい、ああ大丈夫かしら。はい、なんとか。それよりもこれからどうするか考えるのです。じっとしてても仕方ないよ。動き回って体を温めよう。冒険の基本は情報収集ってね。 Ok ragazzi, scusate, ma dopo aver reclutato Yuki,
che è tipo Limp, nonché il personaggio praticamente più forte di tutto Halo, non potevano metterla in squadra. Andiamo su, via, sappiamo tutti quanto Kirito è OP, ma se vogliamo parlare di, veramente veramente di mosso OP, dobbiamo citare per forza Mother Rosario di Yuki, che purtroppo non ha. Sì, penso che la sblocchi come ultima abilità e posso capire il motivo. Sono, sarei curioso di sapere però che, quale sia l'ultima abilità di Asuna, perché come... beh, non posso fare spoiler, ma diciamo che Yuki cede Mother Rosario ad Asuna. Va bene, sì, è uno spoiler, però... ehi, se succede nel videogioco, non lo so io questo. Nell'anime succede comunque. しないで。あなたたちのことはマスターからよく聞くわ。私は攻略ギルドサンタマリアでリーダーやってるマリア。以後よろしくね。お近づきの印に耳寄りな情報を教えてあげる。氷山フィールドの中央に神殿風のダンジョンがあるでしょ。あそこ入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど、黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるっていう噂もあるのよ。幻惑とピエロどんなクエストが隠れてるのかしらね。さすがにトップランカーたちはこの状況を楽しんでるな。へえ、そんなにすごいギルドなのか。ええ、ヤッコさんたち店によく集まってるから時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。幻惑、黄色いピエロ、これはヤツと見ていいか。だろうな。本物か偽物かはまだわかんねえけどな。何を言ってるんだ。我ら殉職の七王の一人、木の王イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと性能や容姿が似てるんだよな。あれ、そいつの名前ってブレインバースト側の仲間リストにはなかったよな。あやつは王であるにもかかわらず姑息な手を使う、バーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ本物だろうと偽物だろうと特に会う必要もないってことか。ま、そういうことが、どちらにしろ放っておく。なんでだ。向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにもさっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ。奴は王の中でも特に策略家で。ニコ、話を終わってすまない。どうしたパド。町の入り口が騒がしい、行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ。見慣れないプレイヤーが町に入ってきたそう。話を聞く限り大柄の青いデュエルアバターらしい。あ、まさか。Ok ragazzi, sembrerebbe che non siamo i soli ad essere entrati nella distorsione, cioè i nostri amici di Axel World non siano i soli ad essere entrati nella distorsione, ma siano stati seguiti anche dagli altri re di colore puro, cioè gli altri 5 re di colore puro. Però in città sembra essere arrivato un loro amico che si chiama Taku e altresì chiamato Sian Pile. Ok ragazzi, ho deciso di riprendere da questo punto perché la domanda di Yuki mi ha colpito. Dio santissimo. Sì, effettivamente cosa vorrebbe dire questo?
冗談だって。脅かすなよ。ほら。Beh, ragazzi, per chi ha visto l'anime può ricordarsi la proposta di Yugi ad Asuna e il fatto che abbia detto però è meglio se tu, se io faccio la moglie, mi pare, perché altrimenti il nostro cognome sarebbe Yuki Yuki. Eh sì, è un attimo un casino e non voglio neanche indagare sul perché potrebbe essere Yuki Yuki loro. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Comunque, dopo aver sistemato velocemente le abilità, ci dirigiamo verso il posto dove sembrerebbe essere Yellow Radio, e cioè uno dei sette re di colore puro, il re di colore giallo per l'appunto, che possiede l'abilità dell'illusione. Sunnari haireda na. Dungeon no shinni o bōgai shite ita genwaku wa tori harawareta de ii no ka? そのイエローレディオってやつの幻惑の力はどれくらいのものなんだ。このエールオにも確かに原子の魔法とか視覚的なデバフ効果はいくつかあるんだが、フィールドに効果をもたらす特殊能力なんて正直聞いたことがない。確かにやつの技の効果範囲が広がっている気がするな。もしやあの力で強化している。あの力？ああ、これはブレインバーストでは禁忌であるが、キッドたちには言わねばならない。真意インカーネイトシステムについてな。真意？我々はそのシステムを用い強力な技を使う。それはいわゆる機能として認められたシステムではなく、ブレインバーストの中でバーストリンカーが独自に編み出した技の使い方と言ってもいい。システム外スキルってやつか。ああ、その通りだ。具体的には自称の上書き、オーバーライド、バーストリンカーが強いイメージを想像することでそれに近いことが発言される。自称の上書き、思いの強さが力になるってこと？そりゃ大したもんだな。未来の接続端末はそんなに進化してるのか。でもよ、システム外スキルなら霧の字だって使えるんじゃねえのか。ああ、スキルコネクトか。あれは反応速度と反復行動による技術的な代物と思われがちだが、確かに一番大事なのはイメージだからな。重心の乗せ方や角度の調整、些細なことを意識するだけでもバーチャル世界の結末は変えていける。イエローレディオには幻惑の力を新技で強化したものがある。そしてヤツの幻惑で最も恐ろしいのは、相手の心の隙間をついて揺さぶりをかけてくること。なあ、木の王が仮に偽物だった場合、それでもその新技は使えるのか。少なくとも私の偽物は同等の技を使ってきてたな。新技を使える素体をそのままコピーしてれば難なく使えるということだな。プレイヤーの信念により成立するのが本来の新技システム。あんな怪物じみた連中に使われるのは忌々しい話だが。このイラつく高笑いはイエローレディオ。のこのこと現れてくれましたね、赤の王、そして黒の王。早く私の元にやってこないと、あなたの大事なお仲間のバーストポイントが全損してしまいますよ。貴様、チーヨー。
火の王、許さない。バーストポイントの仕様が変わっていることを知らないようだな。奴はおそらく。てめえ、どこに嫌がる。さっさと姿を現しやがれ。赤の王、あなたもよくよくバカですね。姿を見せるわけないじゃないですか。いいからさっさと来てくださいね。ただ最初にお断りしておきますが、あなたたちが予想しているようにこれは罠です。勇猛と無謀、慎重と臆病さを見極めながらいらっしゃってくださいね。なんだ。キリトさん、残り時間が表示されています。言い忘れましたが、このダンジョンは時間制限付きです。入り口でもたもたされても退屈ですからね。時間内に王の間を目指していただきますよ。無様に慌てる姿を存分に見せてくださいね。ではまた後ほど。皆さんが生きていればの話ですが。どこまでも姑息なやつめ。みんな行くぞ、王の間を目指すんだ。Ok ragazzi, ma dopo essere entrati nel dungeon di Yellow Radio, dopo aver visto quante difficoltà già ci aspettano, io direi che è il momento giusto per fermarci qua. So che è stato un episodio un po' lungo, però ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento, iscrivetevi. Se avete dubbi o volete chiarimenti su alcune parti della trama che non sono state, su cui non mi sono soffermato a sufficienza, beh, fatemelo sapere. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Bye ragazzi.